はい、皆さんこんにちは。自然と遊ぶシティリバーズチャンネルです。今回はキノコ、山菜、果実、これらを探しに山へ行ってまいりました。やっぱ山は最高、気持ちいいです。このチャンネルでは自然と遊ぶをコンセプトに動画作りをしております。キノコ取ったり山菜取ったり釣りしながら楽しんでおります。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは動画の方をご視聴ください。どうぞ。キノコあった？よし。キノコだってさ、赤ちゃんが見つけました。ボクちゃん、どこ？あ、本当だ。状態はいいね。でもこれは食べれないね。食えそうだけどね。毒キノコだよ。食べれそうだけど食べれないキノコです。名前は忘れました。はい、また草いちご発見しました。僕が見つけたんだ。ちょっと食べてみる。じゃあ食べたな。甘っ。甘かった。美味しいよね。引き続きなんか探してきます。イエイイエイ。この時期の癒しの花、小アジサイ、また張りました。綺麗だね。山に生えるよね、小アジサイ。はい、キノコ発見しました。猿の腰掛け系だね。食えないね。食えんのかもしれないけど。はい、キノコ見つけましたよ。もう古くなってる。なんか匂いがするね。タンスみたいな匂いがする。もう古いね。裏はこんなだ。あ、蚊がいる。なんだろうね、このキノコ。はい、タラの木発見しました。タラの芽がちっちゃいね。もうなんか古いか、持ってかなくていいかな。これはまた来年の楽しみに取っときましょうかね。ここまで成長しちゃってりゃもうちょっと硬いかな。トゲトゲあるんで注意してください。わかるかな、こういうところにもトゲトゲあるからね。で、採取するときは毎回言ってますけど、手袋はしてください。私はもうプロなんで素手で行っちゃいますけど、切り傷が絶えません。はい、皆さん、バラいちご天国見つけた。食べていいよ、赤ちゃん。1個。え、なんで1個？美味しいじゃない。どう？いただきますって。いただきます。どう？あの、すごいいっぱいあるよ、ここ。この下にも。ほらほらほら、食べてごらん。こっちの下とかすごいいっぱいあるよ。ほら、ちょっとそれ違う。ここで一個取ってみます。ちょっと状態がいいやつだけ取りますね。じゃあ子供に食べさせてみよう。一個食べてごらん。どう？うまい。うまい。じゃあ私も一個食べてみようかな、この状態のいいやつ。いただきます。あ、甘酸っぱ、美味しい。山のデザート、バラいちご。超でか。取っていいよ。でかくない？ちょっと手に乗っけて、こうやって。手のひらに。でっか。キレイな花みたいで、すげえでか。食べちゃって みれば。半分にしな、じゃあ赤ちゃんと。やだ。え、半分にした方がいいよ。でかいからゲボ吐いちゃうよ。お、仲良しだな。いいね。じゃ食べてください。いただきます。どう？甘い。すごい甘い。
そうだよ。ここにもあったよ。あ、取っちゃったよ。もう、あ、取っちゃった。いや、まだある。あ、くるくるゼンマイ発見。今ある。ほら、オレンジもあったよ。食べたい。ちなみにもう赤ちゃんが取っちゃったけど、ゼンマイまだありました。 ここにあるよ。あ、ある。すげえ状態のいいやつ。あとここにもある。赤ちゃん取っていいよ、これ。ほら、下からね。どうやって取るの？地面のところから取って。そしたら手が濡れてしまう。俺が取るか。よいしょ、はい、状態良すぎ。持ってて赤ちゃん。イエーイ。はい、わらび見つけまして。まだあんだね。まだ葉っぱが開いてない状態。柔らかい部分からもらってきます。ここかな。ちょっと開いちゃってるけどね。わらびゲーツ、まだあったね。はい、綺麗なキノコ発見しました。いやー、もう見るからにこれはもうツルタケじゃないな、コテングタケかなんかかなと思います。もちろん食べれないと思います。絵が白くて中が中洞だ、空洞だったら、うん、毒キノコだね。多分中がスカスカだと思う。うん、スカスカだね。毒キノコですね。コテングタケかツルタケだと思います。ツルタケだったらもうちょっと色濃いんだけどね。まあ食べないでください。写真撮る分にはいいよね。かっこいいキノコです。はい、タラノキ発見しました。これは食える部分あるね。もらっていきましょうかね。手袋してくださいね。本当はタラノメゲーツ。ここら辺も先端は食えそうだけど、まあ今回はパスで行きましょう。タラノメゲーツちっちゃ。あー、クモの巣すごいんで、木でポンポンポンやりながら進んでます。こんな高くまで登ってきましたよ。猿の腰掛けよくしてね。楽しいね、やっぱ山は。なんか他にもあるかな、いろんな発見が。できれば食べれるもんが欲しい。どうした？うん？赤ちゃんに呼ばれたぞ。なになに？なんタラの芽じゃねえ、なんか生えてんね、新芽が。面白。こういうところ降りてきたよ。ムカゴは秋だね。よく知ってんね。ちょっと開けてきた。頑張って引き続き探検していきます。すげえいっぱい、ここバラいちごゾーンだ。でトゲパッチ痛いからね。ててすげえいっぱいある。こっちほらほらほら、気をつけろよ。下落ちちゃうかな。赤ちゃん痛い。ここで取れるんじゃない？いっぱい。ほら、これ綺麗だよ。ほら。この中に生き物いますよ。チョンしてごらんなさい。どこだ？ガです。よく触れんな。お前。バイバイって。バイバイ。怒っちゃってる。食べられない、元気でな。人に迷惑かけんなよ。バイバイ。セイチャーシュー。うーわ、気持ち悪い。はい、アオガエルちゃん発見しました。すげえいい色。さっきのも。かわいい。緑ガエルで。緑ガエル。セイチャーシューする？かわいそう。かわいそう。観察だけで可愛いね。擬態してますね。今うわ、そう出ちゃった。こっち色だ。パパ、これナイスワラビじゃない？バイバイ。え、ワラビあった？あ、それワラビじゃない。あ、違ったのかい。カエルちゃんでした。はい、見事な毒キノコ、木から生えてます。毒ツルかな？コテングだけか、毒ツル。絵にはなるんだけどね。この動画では自然と遊ぶ動画を作成しています。キノコ採ったり山菜採ったりいろいろ楽しんでいます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。山の神だ。
神様だ。